おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日6月10日水曜日の全国の天気をお伝えします。今日は梅雨前線が北上し、西日本東日本は天気下り坂、西日本や東海エリアは日中からだんだんと雨が降り出します。太平洋側を中心に激しい雨となる恐れがあります。また夕方頃になると北陸でも雨が降り出します。関東でも一部西部のエリア中心に雨が降り出すところが出てきますので、お気をつけください。ではアイコンでお天気を見ていきましょう。沖縄は引き続きすっきりしない空、先島諸島では雨が強まる恐れがあります。西日本東日本は天気下り坂、だんだんと雨のエリアが広がり、降り方が強まる恐れがあります。特に四国や近畿の太平洋側では激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。道路冠水や河川の増水、土砂災害に警戒をしてください。日中日差しが届く関東も午後は山沿いでざっと降る雨に注意、また市街地も夕方以降は雨がぱらつく可能性があります。早めに日差しを活用するようにしてください。北日本は広く日差しが届き、今日は気温が上昇します。東北の北部ではにわか雨にお気をつけください。東日本は今日は蒸し暑い体感に要注意です。そして東北エリア南部、山形や福島では35度に届き、猛暑となる予想となっております。熱中症に警戒をしてください。全国の天気をお伝えしました。